今日は熊本城の清掃に来てます。ご覧のように、複数の方が、作業に入られてます。私も、清掃したいと思います。大きい場持ってこなかったですね。ほうき場持ってこなんですね。ほうき場にあるよ。ほうきでしょ。俺もまた誰かに上がってまだあるよ。あ、申し訳ない。ニューアイテム、ほうきが手に入りました。だいぶ違います。はい、落ち葉、そうですね、落ち葉掃除用で。このほうきは外しても落ちません。ただしあそこにタオルを落としちゃいました。多少やけのヤンパチじゃないけど、どけどけどけとして落ち葉をかき出す。見えてるかな。
黙々と掃除をしております。コツは後ろじゃなくて向こうに飛ばすことですね。お子さん飛んでしまいますか。すいません。よいしょ。ああ、すがん。確かにですね。ハイトットバ取るならちょっと硬めが。まあ、すがん。贅沢は敵です。これは助かりました。よし、市役所の皆さん見てるでしょうか。今仕事してます。ここに入るですけどね、ここに隙間があります。来られるんですか。大丈夫です。はい。そらふて。いやだいぶ綺麗になってきましたね。よいしょ。午前中の部が終わりましたんで、今から食事となります。ちなみに、このロープは 60m 折り返しですけど、向こう確保のところまでが数メートルあるので50だと届かないってことになってるんですね。まあ、ちょっと場所次第だと思いますけど、来年するときには、皆さんお気をつけください。熊本城です。見えてっかな。で、今日の清掃ポイントはこちらでしたんで、
どれ、午後の部が始まります。午後の部も基本同じ面なんですけど、綺麗なとこだったりそうじゃなかったりしてます。これはね。